番「令和の虎」まあでも確かに最初あれあの例えばイベントの会場設営とかめっちゃ大変なんですよねあ、はい、うちも5人くらいで行くんですよ。うんはい、だからそれを 確かにやってくれるって言うんだったら嬉しい会社はたくさんいますよね、うんはい、で、その来た人たちに対してその人たちにほっとくと採用にならないんで要は電話とかメール差し上げてアフターフォローして誘導するっていうことですよね、はい、全部やります、はい、その代行するってことですよねそうです。はい、ま,あまあまあ需要はあると思いますよね、はい、で、そこの協業っていう部分ではそれをしっかり採用の担当の方をつけてもらってその人にしっかり教えていくっていう、うん 流れね、採用の自走化コンサルは新卒は関係ないあえっと基本的にはその,新卒の方になりますすね何してくれるんですかブースのイベントの代行僕たちがやってるんでそれを見せたりとか、うん、ここはこうやってやるんだよっていうところを全部1から10まで教えていくっていう形ブースの後ろ側にどんな写真をつけるとか椅子のとこにどんなやつをつけるとか何を配るとかですよね、はい、でもそれ1回教えたら終わっちゃう気がするんですけど。うん まあ何回かやらないと多分,分からないかなとは僕たちも何年かやってからこう理解してきたんでやっぱり経験は積まないと難しいのかなとは思いませ、ねまあうんでもこれ今の話だとスキル獲得版っぽくなくてな何をこれこう、判断すればいいかが全く分からないんですけど,どす企業の採用担当がスキル獲得できるかなと思いまして、うん、で、サッコさんたちは宣伝してねってこと はい、認知を広げていきたいなっていうのは <laughs> う<ん> <laughs> はいな<ん>か <laughs> 思ってはいるんですけど <laughs> うん,なん,うん、ね、最後の自走化コンサルのところだけは分かるけどそれ以外これ自走化コンサルのところが多分メインで協業っていう形にはなるかなとは思います、はい、ちなみにこの自走化コンサルってこのレイアウトを整えたりとか。 ここういういところで明確にこのレイアウトにしたらすごい良くなったとか就活生がめちゃくちゃ来たみたいなそういう事例って語れたりとかしますあはい内容は、えっと、出店のイメージはちょっと資料の方には載させていただいたんですけどもあこのブースのイメージかなあそうですはい写<真>、はい、こちらが結構学生たちにも刺さりましたでもこの前からまあ別のレイアウトでも一応やってはいたんですけど、まあ、ここで少し応募が募集が かなり増えたっていうところはあります。これにする前と後でど,どれだけ変わったんですか。募集に関しては。そうですね。二倍ぐらいは変わったかなっていう体感はあります。その視覚的な部分でそんなに変わるもんなんですね。あ、変わりますね。はい。めっちゃ変わるんですよ。あ、そうなん。そうなんです。あの、はい、ただ、ただ、ただですよ。<laughs> これ。どこが特徴あるんですか。まあ、でも、これだけではなくて、はい、キャッチの部分もかなり。あの、頑張った部分はありますね。あ,<ー>あの、僕たち、あの。 メインが先ほど伝えたように通信の営業の代行っていうところで結構あの営業力高いあの従業員もいますのでその者たちと一緒にめちゃくちゃ声かけして。 まあでもこれ、業界業界で違うんですよね、ちょっと企業秘密だからあんまり言えないんですけど、保育士採用でも、あるものを置くとめっちゃ来るとかあるんですよ、だからうちは必ずそれを置くとかね、あのそうするとただそれを見に来ちゃうみたいな感じで、だから全然違うんですよ、あと色使いも何色を使うといいとかね、椅子の裏に何をやるかがめちゃめちゃ重要で、はいはい、でもそれって、各業者さん、ノウハウも、あ、そうか、それがノウハウを持ってないところに。 やりたいってことですそうですね。まだそういうあんまりこういう活動をやってないところにね。さっきの話だともう営業力勝負みたいな話になってるから声かけまくればええみたいな話だからそれは。まあでもブースも大事だっ思うんですけど、でも一番基礎のところってやっぱりこう営業力。それでなかなかできる人はいないの間違いないんだけど。それ言っちゃったらなんかそこが。じゃそこも含めてあのコンサルをしていきたいっていうところなんですよね。結構あの企業さんって人事の担当だったりとか採用担当まあ。 若い会社だったら軽視しているところもあると思うので、そこをどんどん強めていきましょうって。本当は一番の営業力を持った人材って僕は採用担当だったりとか人事担当が一番だと思うんですよね。まあ、ここはもう僕4年間やってみて、まあ、学生さんのま意欲高めていくのも難しいし、まあそこら辺ができてない採用担当がもう世の中に多分5万といると思うんですよね。そこを強くしていきたい、もっと営業力を持たせていきたいっていうのがまあそもそもの願いではあるんですけど。 はい、でやってきたことを、まあ、ノウハウを売りますとか、えー、コンサルをしますっていう部分で、えー、売っていって先に自走化していくわけなんで、まあ、僕たちがいつか必要なくなる可能性もあると思うんですけどそこで最終的に僕たちがやる学生を集めるんで。 そういったイベントにも参加してくださいっていうのがまあ将来的なちょっとビジョンとして書かせてもらったっていうところではあです、ね、結構プランいいのに、はい、結構需要もあると思うのに、はい、なんかいきなり代表,代表を辞めさせられましたとか <laughs>、うん、あと仲間がバラバラになっちゃってて、はい、<laughs> やっぱりシンプルに伝わってこないってとこがあったのかもしれないです、ね、<ー>今まで、はい、資料だけ見ると影響力なさそうです <laughs> そうなんですよ <laughs> というわけでここまで田上郁二さんいかがですか はいえっ、ー、と結論あんまうまくいかないと思ってて <laughs> <laughs> <で>ああいっちゃうえっと, <laughs> えと理由で言うとまずペルソナ設計間違ってると思ってて年商2,3億の企業って言ってるんですけど新卒採用ほぼしてないと思ってますえっ、ー、と新卒採用してるのって世の中に100社あったら3社ぐらいなんで上位3%の企業ですと。 で、えっと、上位3%ので、たまにやる企業もあるんですけど、会社説明会とかやるお金ないから、マイナビのめちゃくちゃ格安プランで一旦載せとくだけみたいな感じなんですよ。だから、入り込むんだったら、大手に入り込んで、SNS での運用でどう発信してあげたらいいかがわかんないから、そこに入り込みますとか、その、じゃあ、採用自走化コンサルってあるんだけど、大手は採用を基本的に自走化してるし、多分、 持ってるスキルよりも会場をどうやったらいいかってマイナビの、えー、と大手担当とかがベタつきで何人もついてるんで多分もっと詳しくあるはずなんですよだからなんかペルソナも間違ってるしやろうペルソナがもともと持ってるスキルを売ろうとしてるから結果売れないんじゃないかなっていうのが僕の感想ですかね。 <laughs> まあ確かに多分2億,、えー、と2億3億ぐらいの規模の会社さんで、えー、新卒採用っていうのはお金もかかるし、まあ、僕たちもめちゃくちゃお金かかったんでなかなか出しにくいというか難しい企業さん多いかなと思うんですけどでもそれでも僕たちはそこで新卒採用やって企業も大きくなったし SNS 採用もやって大きくなったんでしっかりそこに関しては投資としてまだそれぐらいの規模の会社でもやるべきっていうのは 営業で伝えていきたいところではあります。失礼か,か結局まあまとめると多分、はい、えっと大手とのうちの売りって何って聞いたら広島ですっていうのとあとはえ営業力ありますしかないんですよ話を聞いてるとそれ以外の何かあります？SNS ありますから。まあ、意外と強いですから。<laughs> あと無料の合コンも。 のましたねあ,ありましたリスト集めっていうところではまああの <laughs> いいかなとは思ってちょっと書いてきましたはい年商十何億までいったんですよね、うん、はいでそれは似たようなサービスはやってなかったんですかこれは全くし新しい分野なんですか新しい分野になりますねその13億売り上げたのはその携帯とかそういうやつ ののの販売代代行、行、まあ、営業あこっちはそんなにまだ売り上げってないんだあこっちはまだやってないですねやってないはいあ,あそうなんだはい今からっていう形になるんですまだそうですね、うん、はあそれはちょっとしびれるね、はい、<laughs> ある程度売れてんのかなと思ってる <laughs>、はい、こちらの方はまだまだだからあれですよねなんから自社採用が今まで SNS でうまくいったからいけんじゃねえかって話ですよね多分ねそうですあとブースの採用 自社でうまくいったんでそれをノウハウとしてターゲットは2億3億ぐらいの年商の規模のところにしっかりとコンサルしていきたいっていうところが今回の内容にここまで玉井君さんさどうですか新卒は無理ですすか無無理定だと無理 <laughs> め,めちゃめちゃシンプルに、うんはい、その採用につながった SNS のノウハウを中小企業の経営者に教える講座をやりますとダメなんですか まあ競合が今めちゃくちゃゃく多いと思うんですよ SNS の,のやってる企業さんであ、うんまあ、虎の皆様みたいにその影響力めちゃくちゃある人がもう本当に一番強いとは思ってるんですけどそいつたちが SNS にいるとなかなかこう、まあ、色がない社長さんだったりとか、まあ、今から頑張りたいんだけどっていう人も難しいもう業界になったのかなっていうところがあってさっきそんなにインプットれてなくてもう来る人は来るっていうふうに言ってませんでした なんでそれは34年前ぐらいに、まあ、結構まだブルーオーシャン状態だった時社長たちがまだ SNS やってなかった時ぐらいに僕が始めたんですよねだからそこでめちゃくちゃ求人が来たっていうところもあってで今でもまあそういった営業関係の動画を2本ぐらいポンって出すと、まあ、1人ぐらい募集来るかなっていうところではあるんですけどそれは広島の社長がやってないからってことですかね いの僕の SNS はどこの社長か多分皆さんも分かってないんですよ、その視聴者分かってないというか、広島ってあんま表に出してないんで全国、まあその、僕たちがやってる通信のメインの事業が全国展開だったんで、うんあの、広島だけじゃなくて、いろんなところから採用を取ってたっていう感じなんですよねえ地域特化だったらまだ伸ばせんじゃないですか、例えば青森の経営者の採用に特化した SNS アカウントを作りますとかだったら。うんうん ははい無理ですかねそれはもしそれがいけるんだったらその地方で採用に困ってる年商23億円くらいの経営者とか人事の人に向けて SNS を活用した採用法を教えますっていうのにコンセプトを統一すると結構きれいになるのかなって思うんですよねスキル獲得版的にもは。いいいいはいはそ、いはいいはい、それってででできなすすかそうですね今から企業が SNS に参入してちょっと伸びるイメージというか求人がめちゃくちゃ来るイメージは正直湧いてなかったですね。はい なるほど、ありがとうございます。全然関係ない質問はしていいですか。はい大丈夫え、広島でやってるんですか、はい、この会社。その、なん、なんですか。辞、はい、められ、辞めさせられて、また。<laughs> まだ辞めて、やめてないですけど、えっとえ、また就任した。え広島で。はい。十三億営業で行ったんですか。はい、売上行ってます。広島市内とかを、まあ、広島の中心。広島県の中で営業で十三億行ったんですか。いや、拠点はいくつかあって。あどこにあるんですか。えっと、九州と。 九州にもあります。へ、あとは北陸。え、北陸にもあるんですか。はい。で、あと関東にもへー。まあいろいろもう全国でやってるみたいな。あ、広島を最初元でそうやって広げてた栄養会社。広げてました。は結構すごい豪安じゃないですか。はい。け結構広げました。結構豪安っすね。まだ三十四歳。うん。へタメ国さんが偉そうに言う人じゃないんだ一応採用のプロフェッショナルで言ってるんでお願いしますよ。本当偉そうやなと思って。 億の会社作ってるでもそれとこれは事業違うんで言わせてもらいたい結構すごいと思いますよ正直なところ儲かってたんですか結構頑張りました利益はいくらぐらい出てるんですか利益はでも15%ぐらい十分夜勤報酬いくらもらってたんですか夜勤報酬はえっと1000万ぐらいですねそんなにはないですけど会社に利益残してたの 会社利益残してます。はい。なんなんで遊ばないの？無料でお金できる。無料でお金できるんで。ナムナ好きですね。おお。はい。ええ。すごいよね。十何億の会社作ったのすごい人なんですよ。ただこの新規事業がね、あの今ご自身の会社が SNS 採用できたから。 一人で,できるかわかんないよねご自身の SNS が結構いったから行っただけかもしれないじゃん、うん、はい、うん。これでもじゃあ SNS で月に200人募集したことがありますってあるけどこれいつ頃ですかそれは3年前ぐらいですね3年前はい。その TikTok ですか200人か、はいまあ、その後も徐々に来たりはしましたけど林さんが経営者に SNS やれ SNS やれって言ったからみんなやり出して <laughs> それで終わっちゃったじゃないですか。冷凍車になっちゃいました。早 <laughs> さんのせいで冷凍車になっちゃった。でも全然伸ばせると思いますけどね。採用向けのアカウント。多分そのご自身のアカウントが <laughs> まあ徐々にちょっと影響力が縮小していって、はい、あじゃあ他の企業も同じなんだろうなっていうふうに思ってるだけな気がするんですよ。なんか案外いけると思うんですけどね。あとはなんか SNS ってなんかこうエンタメ寄りのそので出してる。 めっちゃエンタメ寄りみたいなところも多くてそこら辺とか多分採用うまくいってないところもあって、うん、ただバズるにはでもエンタメ要素もいるんですけどなかなかその,その会社にあったコンセプトというか、まあ、僕たちだったら例えば営業っていうところで営業マン欲しいっていうところでそこに特化した、まあ、企業の SNS ってなかなかないなっていうその色が出せないなとは思ってて。でまあ、知り合いのの会社にもその エンタメでめちゃくちゃバズってるとか、まあ、要は女の子とか出して人事の女の子とか事務の女の子出してバズってるところもあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ来てないっていうのが<ー>あのまあちょっと変な人しか来てないみたいなあれでも二重跳び1回につき1000円チャレンジとかやってますけどリフティング1000<あ>円チャレンジ <laughs> <laughs> それはこの,この授業を やりたいっていうところで、まあ今営業のことはあんまり話じゃないんですけど、はい、学生を集めないといけない、学生に受けがあることをやらないといけないっていうところで、まあこれだったら受けが出てくるんじゃないかなっていうので、ちょっと試しでやってみてるっていうところはあります。結構バズってますよね。45万再生。うん、どうやって思いついたんですかこれ？これはあの春樹海さんから提出してもらいました。SNS の運用は TikTok でやる想定ですか？ ああ僕の TikTok で採用できる人なんてバカでザコで偏差値低い人しかいないんで <laughs> 多分新卒あんま欲しいって思わない <laughs> 基本的には静弱民なんでいい、ね、それがあんま、まあ、年収23億の地方の静弱企業だったらいけるイメージは湧きますけど多分ペルソナ設計的に大手の東京とか行かないといけないと思うんですけどそれ TikTok でいけると思います えっと、僕のアカウントで採用できるかかどう教えてあげて SNS 運用させてでもいいんですけど TikTok でいい人採用できると思いますかっていう要は営業を雇いたいってことは会社の利益をゴリゴリに出してくれる人が欲しいわけじゃないですか、はいはい、っていうのがその情弱民を抱えてる TikTok で採用できると思いますかっていう質問ですまあでも僕はできてたと思います。できてて結果追い出されちゃった 追い出されてはない状況です。あのそれ上弱民が集まっている SNS が TikTok ですっていうところに対して反論はないんですか。要は上弱民集めたけどうまくいきましたなのか、うん、上弱民じゃないアプローチができますなのかどっちなんだろう。上弱民も来てたとは思います。例えば200人、えー、募集がありましたっていう中で、例えばまああのなんか社長だったらお金くれとかなんかそういうので来た子も中にはいるとは思うんですけど、うん、ただそれはしっかりこうあの精査して、うん ええー、本当に営業やりたい営業を通じて何を学びたいかとかっていうのちゃんと面接の中で聞いた上で採用してたんで、うん、そこに関してはまあ落とす子もかなりだなんでいましたね。意外と高学歴採用できた事例みたいなってあります？TikTok 系で。はい、高学歴ええー。 でね、TikTok ではすいませんないかもしれないですねけどね僕もねあの月に1回お茶するだけで50万円っていう顧問をやってるんですけど、はい、50人中何人かは TikTok で知りましたって言ってくれてますねだからそれなりの社長さんも見てるんだなっていうのはあるんで<ー>まあそれなりの高学歴のくり、まあ、さんが情弱しか見てないっていう <laughs> そんなことあなんです月に50万円僕に払う人だって見てます 林さん X で秘書募集すると何人ぐらい来ます？うん、まあ50人100人来ます。はい、ぐらい来るんだ。なそんなに来ます？この前なんか運転手だけ。あ、運転手だけでなんか670。こんな来る運転手で。ただちょっとそれって違って、上弱民でいいんですよ。優秀な人なんて集めたって、そうやってため国さんみたいに辞めるから。 いめれれるこれやめるんですこれやっぱり中小企業ってそんなね学歴よくてずっと働いてくれる人なんていないですよ。だからやっぱり育てていくしかないんです中小企業は。だからそれは意外と無料で合コン来るっていう私は意外と合ってる。<laughs> でそういうい人たちをちをゃんんとなで,で中小が あの新卒採用しないかっていうと教育がお金かかるからですよもうそれはもう明らか、はい、だから教育までセットでしてやって、はい、ちゃんと教育してあげるってことあれば中小も採用するかもしれないですよねはいだから別に悪いとは思わない、はい、確かにすぐやめちゃうし使いづらいしね中小企業からするとあんまり賢い人間、ね、そうなんですそのその通りなんです、うん、中小企業からしてあんまり賢い人っていうのは使いにくいんですよ、はい、だからいいんです上弱民です民 <laughs> トラたちとのコミュニケーションに苦戦を強いられる後半戦決定打を打ち込めず苦戦を強いられる物語はいよいよ最終局面へそれでは時間が来ましたので岡さん最後に、えー、と一言お願いします。 えー、スキル獲得版っていうところで関しましては、えー、僕たちのやってきたことうまくやってきたことうまくいってきたことを、えー、しっかりノウハウ化させて、えー、企業の採用担当ななどに、えー、お伝えできればなと思ってます結局僕は初めに言ったと思うんですけども、えー、企業の採用担当採用とか人事っていうのが社内では一番の営業マンだと思ってますのでそこをしっかり発掘して、えー、企業さんと一緒にその企業を 盛り上げていく売り上げを作っていくっていうところで貢献できたらなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい。じゃあえっ、ー、とファイナルジャッジメントタイムです。それではただいまより最終決断に入ります。一枠目流健社長お願いします。ごめんなさいというところなんですけど、うんまあ最後まで結局何がしたいのかよくわからなかったのと、あとはやっぱり。 うん、どこまでいっても本人に営業力が本当にあるのかなみたいなところがずっと引っかかっていて、えー、とごめんなさいという決断になりましたとお疲れ様ですありがとうございます 2> 2枠目平井で社長お願いします、はいすみません ごめんなさいですあの実績はねやっぱり13億円の会社を作ったというのはすごい立派だと思うんですがちょっとあの内容が分かりづらかったこととあと我々が何を協力したらいいかっていうと結局宣伝してねっていう話だとするとなんか協力するところがそこだけかなとなるとちょっと厳しいかなと思いました。ごめんなさいい目井口社長はい、ああ協ししましょう、まあ、多分説明が下手 十分分かったんですけど、意外と青さんとかだったらうまくカバーしてくれる可能性もあるなと思いました。で、何よりも広島から13億の会社をこの年齢で作るっていうのはかなりすごいです。以上です。ありがとうございます。4枠目、林社長。僕もめちゃくちゃすごいと思います。なんで、うん、これじゃないかもよ。これじゃない何かでもう一発当てられるんじゃないかなと。まあ、これかもしれないけどね。なんか、作戦が必要なんじゃないかなと思いました。 ご枠、佐古社長。はい。うん。いやごめんなさいで。おい。お疲れ様でした。そうですね。まあ、確かに、すごいのはわかるんですけど、なんかちょっと採用コンサル、 だけだと弱いなっていうのとか、でも採用コンサルから外れると、スキル獲得版として作りたい世界観とちょっと外れちゃうなあってことなんで、まあ、この授業自体はすごい面白いものだと思いますし、コンセプト次第ではすごい伸びるなとは思ってるので、応、ま、援、あ、はしてるんですけど、スキル獲得版として支援するかっていうと、ちょっと話が違ってくるなと思ったんで、今回はごめんなさいという形になります。ありがとうございました。佐藤く君、僕でしゃばってもいいですかあどうぞ。ありがとうございます。はい そちなっとて、えー、一応今僕ストックさんのパートナーっていう形で採用コンサル全般中っと,も、えー、と新卒タメインじゃないんですけど、えー、とやってますっていうところで確かに今のあのプランだと、まあ、まず無理だろうというところではあるんですが僕の結果からすると。 協業しましょうと。で、えっと、理由でいくと、その、要は、採用コンサルやるってなると、求人媒体の選定もそうだし、その、新卒のせ学生もそうだし、転職の人たちに対するアプローチ全部できなきゃいけないと思うんですけど、多分僕のできないところをできるなって思ったんで、最初から僕結構協業したいなって思ってて、で、僕結構詰めたじゃないですか。で、詰めた時の反応もちゃんと 真摯に受け答えしてくれる感じがなんか一緒に働きたいなっていうふうに思えたんで、まあ、一緒にストックさんチャンネルに出てにあのそういう企業さんに対してアプローチするもいいし <laughs>、まあ、青くんとうまいこと組んで、まあ、その利益率50%はちょっと僕もらいすぎなんで、まあ、その辺は相談しながらやればいいかなというふうに思ってるんで、まあ、また相談しましょうか。ありりがとうございますすみまますすせんんししゃばりましたタメグリさん何歳 <laughs> 僕三十六歳です。あ、そうなんだ。じゃあ一応年下なんだね。だねあ、はい、は一応僕の方が。なるほどね。見た目は若く見えるんですよね。うん、若い。は確かに。見た目は若く見える。だけどまあさ、はい、ちょっと偉そうだよね。どの立場で言ってるんだっていうもう心配にな人じゃうよ、本当に。すみません。はい。 じゃあ虎の,の方々のサポートからまとめさせていただくと竜犬社長と平井出社長と佐古社長は「えー、とごめんなさい」と「で協業しましょうは」は、えー、井口社長と「かっこ民国」みたいな感じで、えー、と林社長は、えー、と軽く相談に乗っていただけるということで、えー、と最後岡さんから感想をお願いしますいや最後泣きそうでしたちょっと民国さんの,<あ> <laughs> あのボードが出た時にき泣きそうだったんですけど、はい、あの。 あの。 少しでも評価してもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。いいんだってもう一緒にやんな方がいいかもよ。こんなめちゃくちゃでも開発してたらよく考えてない。本当はいめちゃくちゃ嬉しいです。はいあの林さんの十分の一ぐらいのパワーあのある気がするんで。だいぶ大きくいったな。だいぶ大きくいったな。十分の一ってそれ十三億作ってるのに。運転手六人来ると思う。募集したら X で募集したら運転手六人。十分の一はちょっとだいぶ盛りすぎでしょ。僕一応インスタで。 募集したら50人ぐらいはつめる。何がですか？あの僕のチームで働きたい人。運転手ですよ。運転,運転手が6人来るんですから。まあまあ来るんじゃないですか、ね、<laughs> <laughs> 運転手は来ない、来ない <laughs>。はい。じゃあえっ、ー、と今後僕と井口社長を中心にちょっと相談するということで <laughs> 以上でよろしいですか？はい。はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。採用コンサルティングの提案で挑むスキル獲得版令和のドラー。 激論の結果はトラそれぞれの形で協力を宣言気鋭のサービスを展開するための一歩を踏み出したここから始まる新たな物語新しい未来の行方は続報を待て たささんとおさんとかかの新ななビジネスがこれれら始まるかもしれない,というそれは事前の情報共有のない青くんがおれ、えー、はいというわけでご視聴ありがとうございましたいやタメクニさんでしゃばりましたね <laughs> あれっていいのかダメなのか俺分かってないんだよねいいのかダメなのか 基本的には僕と佐古くんが主催で僕と佐古くんが支援するかどうかを決める番組なんでくに、うん、さん裏でやってよっていう <laughs> それは事前の情報共有のない青くんが悪い、えー、俺令和のただ普段見てないし見ていてよ仕事振ってんだからさ <laughs> 結論としては佐古くん青笹主催は一応 NG だとだけど横からくにさんは協業してもいいよみたいな感じで来たわけですねはいすいません協業内容どんな感じでしたっけ協業内容は彼の採用コンンサルルをを一緒にカリクラムを組むかつストッさんチャンネル ないし年収チャンネルで拡散をするスキル獲得でもできるような内容に僕が膨らませられるんだったら、うん、その内容を見てもらって青くんにも。再度協業するかどうか決めると。 B2B B ですもんね、このコンサートは。B2B B です。スキル獲得版令和の虎としては、一旦ごめんなさいと。本来裏でやるべき、だったらうちと協業しようよみたいなのが表に出ちゃったっていう感じですかね。はい、すいません。はい、紹介でください。<laughs> というわけで、岡さん会なんですが、スキル獲得版令和の虎としては、ナッシングと。ただ、たまたまそこで出会ったためクニさんと、岡さんの新たなビジネスがこれから始まるかもしれないということで、続きは、ストックさんチャンネルですかね。年収チャンネルですかね。ええっと、年収チャンネルかな。今後、岡さんの動きは年収チャンネルだったりとか、そこら辺で見れていくんじゃないかなと思います。はい。